皆さんこんこにちは、えー、今回はランナーなら知っておきたい心拍数の話ということで、えー、最近ですね私のところに心拍数に関するご質問というものが、まあ、いくつか立て続けに来ておりましたので、まあ、この機会に心拍数の話をさせていただきたいなというふうに思います まずですね、よくあるご質問ってどんなものなのかっていうことなんですが、まあ、例えばその心拍数でトレーニング、強度をまあ管理するやり方とかですね。まあ、例えば、池上さんの言ってる中強度の持給層って心拍数で言ったらどのぐらいですかとか、あるいはインターバルって心拍数のどのぐらいでやったらいいんですかとか、あるいはえ心拍数って低い方がいいんですかとか、それから、 トレーニングしたら心拍数190で5キロレースとか走り切れるもんなんですかとか、まあそういった類のご質問ですね。で、そういった個々の具体的なご質問というのは心拍数に関する一般的な知識というものを身につけると立ちどころに解決できます。まあ何事もそうなんですが、あの一般的な知識というものがあれば大体のことっていうのは解決できます。で、まあ早速見ていきたいんですが、 まず、ですねそもそもの話なぜトレーニング強度とかで心拍数の話がよく出てくるのかで考えたことありまますか、まあ、私もですねあの洛南高校陸上競技部に入った時にですね、えー、中強度以上のトレーニングに関しては終わった直後の脈を取りなさいというふうに言われてですねままあ、当時はまだ ハートベルトもあったのかもしれないですけど、まあ一般的ではなかったし、まあ今でもそのハートベルトって1万8000円ぐらいしますよね。別売りで。なので、えっと私も高校生指導してますが、変えとはよう言いません。まあ、変えたらいいんじゃないぐらいの感じでは言ってますけど、あの、よう変えとは言いません。えー、その代わりですね、心拍数ってものすごい原始的にその手で測れますから、 で、終わった直後に10秒間、あの、心拍数取って、で、それに6かけたら、だいたいあの、わかるんで、というか、まあ、場合によっては、そっちの方が正確だったりもします。で、まあ、そんな話はいいんですが、えっと、そうやって心拍数っていうのは、ずっと高校生の時から取り続けてます。で、じゃあ、それはなんでなのかっていうことなんですが、だいたい心拍数を測れば、おおよその運動強度がわかるからです。 あくまでもおおよそです。正確にはわかりませんが、おおよその運動強度はわかります。じゃあなんで心拍数を測ればおおよその運動強度がわかるのかということなんですが、それは代謝系と関係が非常に深いからです。私の動画では何回も言ってるんですが、超級素マラソンで大切なことは代謝系を改善させることです。その中でも特に重要なのが有機的代謝を改善させることです。つまり酸素を使ってエネルギーを生み出す能力を上げていくことです。 で、えー、それとまあどう関係あるのかっていうことなんですが、この酸素の経路を追っていってほしいんですね。えー、酸素っていうのは鼻もしくは口から入って肺の中に行きます。で、肺の中で血液と合流して、酸素は血液の中のヘモグロビンという物質と結びつきます。そしてヘモグロビンと酸素が結びついて、血液に乗っかってヘモグロビンが全身に回ります。で、その全身に回った先々で、最終的にエネルギーとして使われるのは、 えー、筋細胞の中なんですね。で、そのヘモグロビンから筋肉の中にあるミオグロビンという酵素に受け渡されて、で、そのミオグロビンという酵素から筋細胞の中に入っていって、そして、えー、その筋細胞の中のミトコンドリアという器官でエネルギーが作られます。で、これはあの酸素をエネルギーとして、え、酸、すいません。酸素を材料としてエネルギーを生み出してるんですね。 で、えー、そうやって考えたときに、全身をめぐる血液量と、筋細胞に送り込まれる酸素の量っていうのが、おおよそ比例の関係にあります。で、全身をめぐる血液量というのは、1回白出量かける単位時間あたりの、お白出回数によって決まります。まあ、例えばだから1回であれば、あ、すみません、1分間であれば、1回白出量かける、まあ、その、 一分間に何回心臓がドキドキしたのかっていうので測ることができます。で、その、一回白質量というのはですね、結構早く最大に達します。大体、まあ、これ研究者によって言う数字が60%か65%か変わるんですけど、まあ、大体ですね、えー、最大心拍数の60%から65%ぐらいの強度で一回白質量というのは最大に達します。だから、それ以降っていうのは、 心臓の一回白す治療っていうのは変わらなくて、一分間に何回心臓が、あの、鼓動したかによって、おおよそ全身をめぐる血液の量っていうのが決まるんですね。だから、心拍数って、あの、ま、おおよその運動強度を測るのに適してるんですよ。要は、心臓が一分間に何回そのドキドキしたのかっていうのが分かれば、その人にとって、おおよそ、ま、どのぐらいですね、 えー、まあ、全力に近い強度なのかっていうことがわかるということですね。まあ、正確に言うとその全力というよりは、まあ、有機的代謝の上限に対して大体何パーセントなのかということがわかるということですね。まあだからですね、例えばその1万メートルとかハーフマラソンとかのレースでも極めて最大心拍数に近い心拍数でずーっと推移していくんですが、まあ、ただやっぱりおおよそ最大心拍数を下回るんですね。 ま、その、有機的代謝の限界に到達するような強度って、だいたい3000メートルのレース強度ぐらいからだというふうに言われてます。だから、ま、3000とか1500であれば、おおよそ有機的代謝の、ま、限界値に到達してるわけなんですが、それ以下の種目、まあ、5000メートルもほぼほぼ、最大なんですが、それ以下の種目に関しては、最大心拍数よりも、ま、やや低いぐらいの強度でレースが推移していくということが普通です。で、えー、ここでその最大心拍数という言葉が出てきましたが、じゃあ、 1>, 1分間に何回心臓がドキドキするのかっていうことなんですが、これ実は個人差があります。で、個人差だけではなくて、種差があります。つまり、種による差というものがあります。で、一般的には体が小さい動物ほど、まあ、心臓っていうのは、心臓の鼓動っていうのは早いです。だから、ネズミとか小型犬、まあ、小型犬飼ってる人とかだったら、あの、ぜひ、 小型犬のワンちゃんの心拍数測ってみてほしいんですけど普通は人間よりも速いですで、えー、体が大きくなるほど心臓の鼓動っていうのは遅くなりますまあ例えば象とかですね、えー、まあ、結構心臓の鼓動が遅いというふうに言われていますまあ人間のマラソンランナーも結構生き物全体の中で遅い方だと思いますがまあいずれにしてもあ大体は体の大きさによって決まるということですねでそれが何でなのかっていうのはすいませんがちょっと私もよくわかりませんはい あの生物学者の人に聞いてみてくださいだから人間もですね基本的には小さい子供の方が心臓の鼓動って速いです赤ちゃんとか5歳児とかの方が大人よりも基本的には心拍数っていうのは早いですこれはまああくまでも基本的にはっていう話ですねだからマラソンランナーとかの方が心拍数は低かったりするんで個人差はある話なんですが、まあ、基本的には体が小さい方が心拍数も速いです で、えー、そうやって考えていったときに、なんで長距離走マラソンやると安静時の心拍数が遅くなっていくのかっていうことなんですが、これはトレーニングによって心臓の1回拍出量が増えるからです。つまり、1回でたくさんの血液を送り出すことができるので、そんなにたくさんドキドキさせなくていいんですね。 まあね、あの、好きな女の子の前だったらドキドキするかもしれませんが、まあそうじゃなかったら別に、あの、用事がないんで、そんなにたくさんドキドキする必要ないから、トレーニングによって、1回白質量が増、あの、増えていくと、安静時の、えー、1分間の心拍数っていうのは減っていくということですね。で、それからよく使われる数字として、年齢マイナス、あ、すいません、220マイナス年齢っていう式がよく使われますよね。 大体220マイナス年齢が最大心拍数だっていう風によく言われるんですが、これはおよその目安でしかなくて、必ずしも正確ではありません。で、そもそもの話なんで220マイナス年齢でおよそ最大心拍数が出るのかっていうことなんですが、これ考えてほしいのはですね、心臓も一応筋肉なんですね。心筋という風に言いますが、心臓も筋肉によって、えー、収縮したり、伸長したりしています。で、そうやって考えてきたときに、 筋力が衰えると、やっぱり心臓も、その、動かなくなっていくんですよ。一回白質量も落ちていくし、で、その最大心拍数。まあ、最大心拍数が落ちるっていうことはどういうことかというと、速度が落ちるっていうことですよね。早く動けなくなるっていうことじゃないですか。だから、最大筋力が低下すると、早く動けなくなっていきます。一回白質量も落ちます。だから、基本的には220マイナス年齢で最大心拍数って出せるんですよ。だ、出せるというか、 およその目安として、まあ、そんな感じになるだろうという話なんですね。ただ、あの、あくまでもこれ筋肉の話なので、別に何も運動してなかったらレーでどんどん筋肉って落ちていきますけど、運動してたら、その筋肉って、まあ、低下の速度が遅いし、あるいは、その例えば40歳まで何も運動してませんでしたっていう人が、そこからトレーニングを始めたら、心臓の筋肉ももう一回向上していくんですね。 あそしたら、220マイナス年齢って必ずしも正確な数字ではなくて、例えば、40歳の時点で最大心拍数160まで低下してたけど、あの、トレーニングし始めたら、もう一回最大心拍数が180まで戻りましたとかっていうことも、全然ありえます。全然ありえる話なんですね。だから、220マイナス年齢っていうのは、あくまでも一つの目安でしかないということも理解してください。 で、えー、まず、だからその以上の話を総合すると何がわかるかというと、基本的に同じペースで走った時の心拍数は低ければ低い方がいいです。今までと同じペースで走ってるにも関わらず心拍数が低くなるっていうことは、まあそれだけトレーニングによって持久力がついたっていうことですね。だから酸素が効率よくエネルギーとして使われるようになったということか、もしくはトレーニングによって心臓の1回拍出量が増えたということを指し示します。 まあ、あの、安静時だってこれ運動してますからね。ある意味では。安静時だって運動してます。かなり強度は低いかもしれませんが、安静時だって一種の運動状態と捉えることができます。まあ、生きてるわけですからね。だからその安静時心拍数が減るっていうのと同じ理屈ですよ。安静にしてるっていうことは、まあ、強度が同じっていうことですよね。で、その状態で心拍数が下がるのはなんでかって言ったら、あの、筋肉内でのその酸素の利用効率が上がったか、もしくは一回拍出力。 白質量が増えたかのどちらかに該当します。で、また、長い距離に関して言えば、スピード持久力がつけばつくほど高い心拍数を維持することができるようになっていきます。だから、その、まあ、この前、長野マラソンの話もブログで書きましたけど、やっぱりその筋持久力がないと筋肉が下手るから心拍数高い状態を維持できないんですね。 一方で、しっかりトレーニングしてマラソンに出たら、やっぱり、あの、スピード持久力があるので、高い心拍数をレースを通して維持することができます。 で、じゃあ、その、誰でもトレーニングしたら、5000メートルのレースとかも、ずっと190ぐらいの心拍数を維持できるのかってことなんですが、これはだから人によって最大心拍数が違うから何とも言えません。最大心拍数が200ぐらいだったら、それは5000のレースだったら、やっぱりレースを通じて190ぐらいまで行くと思います。で、一方でですね、最大心拍数が180しかなければ、当然190には行かないですよね。 なんかまあ私も最近最大心拍数が180ぐらいまでしか上がらないので5000メートルのレース出てももう190までいかなくなっちゃいましたけどまあそれはだからその人の最大心拍数によっても変わる話なのででそうやって考えるとその中強度の練習とかでも例えば最大心拍数の80%ってなった時に最大心拍数200まで上がる人だったら160でも全然中強度のはずです一方で私みたいに最大心拍数が180ぐらいまで上がらない人だったら あの、160まで上がったら、もう明らかに高強度なんですよ。だから、心拍数でそのトレーニングの強度を管理するっていうのはいいんですが、まあそういったもろもろの微調整をするとか、あるいはその、そもそも心拍数っていうのは一つの目安でしかないということを理解しておかないと、かえって使いこなせないですよ、という話です。というわけで、今回の内容は以上です。 最後に、長距離走マラソンが速くなりたい方にお知らせです。現在、節長、小説長距離走マラソンが速くなるための、たった3つのポイントっていう書籍を1000円で販売してるんですが、こちらの現行データをご希望される方に無料でプレゼントさせていただいております。お受け取りになられたい方は、今すぐこの動画の概要欄の URL をクリックしてお受け取りください。それではまた次の動画でお会いしましょう。